はいさーい、虹色チラーズのロビンソーだよー。イエイイエーイ。今日は私からお知らせがあってのお知らせです。なんでだよ。まず私からのお知らせ、その1、ラジオ番組なんだけど、いつも、毎週火曜日の夜10時からやっているはじめまんのオールマイティ番組スーパーパンになるですが、今月から毎週金曜日の夕方の6時から1時間ということで番組のお引越しがあったんだよね。で、今月私は2月の22日金曜日に出ることが確定してます。なので、今まで見てくれて聞いてくれてた方も、今回から初めて見る方も聞く方も、ロビンソーはよろしくお願いします。そしてお知らせその2、私が所属しているグループで女装パフォーマンスチーム虹色チュラーズっていう名前のグループなんですけど、今ちょっとグループとしてはいろいろリニューアルしようと思って休止中なんですけど、今年ほら4月に新しい年号の発表があるでしょ。それに伴ってまた虹色チュラーズ再スタートしようと思ってます。イエーイ。メンバーがね2人入れ替わるんだけど、それはまたねおいおい後々ちゃんと紹介するので、皆さん楽しみに。とりあえずお知らせは以上です。じゃあ冬もまだまだ続くので、毎日寒いのでちゃんと暖かくして、私のぬくもりが欲しい人はぜひダイレクトメールで待ってます。続きここ YouTube とインスタ、Facebook、Twitter もやってるので、どんどんフォローしてください。待ってまーす。はい、ということで虹色ジュラーズのロビンソーでした。じゃあまたね、バイビュー、ロビン。